というふうに思います。改めまして皆さんどうもこんばんは。今日は本当にお忙しい中ですね、そしてまた世間的には3連休の中日の夜という時間帯になりましたけども、足を運んでいただきまして本当にありがとうございます。これから第84回の市民憲法講座始めたいというふうに思います。私はこの講座を主催しておりますイルスナ憲法改悪市民連絡会事務局の星野と申します。よろしくお願いいたします。今日の講座なんですけれども、今求められる集団的自衛権行使解禁との戦いというテーマで行います。もう本当に皆さんご承知といいますか、あのようにですね、安倍総理がこのところ本当に集団的自衛権行使について意欲的というのを超えて、本当に前のめりにどんどん話を進めていってるような感じがあるかというふうに思いますし、この集団的自衛権の問題は本当に日本の今までの平和主義の根幹を崩すような本当に重大な問題だというふうに思っています。で、今日の講座ではですね、この安倍政権が進めようとしている集団的自衛権行使を解禁しようという動きが、改めてこれはどういうことなんだろうかということですとか、あるいはこの問題に対抗するために私たちがどういうような議論をしていく必要があるんだろうか、そしてどういう運動を作っていくべきなんだろうかというようなことについて、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思っています。ぜひですね、皆さんからの質問をいただく時間も取りたいというふうに思いますので、最後までよろしくお願いしたいというふうに思います。全体として8時半ぐらいをめどに進めていきたいというふうに思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは早速高田さんからお話を、今日の市民連絡会の高田健さんにお話を伺うんですけれども、ぜひ、最後までよろしくお願いしたいというふうに思います。それでは高田さん、早速よろしくお願いいたします。こんばんは、高田でございます。よろしくお願いしたいと思います。今日は会場に憲法学の元保護者の村田健二先生が置いてて、何か難しい問題があって私が分からなくなったらこれはもう村田先生に頼ればいいと、非常に大船の立ち持ちで今日はここに立たせていただいてます。ありがとうございます。先生どうも。私もこのところ本当に全国駆け歩く機会が非常に多くなりました。多くの市民運動や労働運動の皆さんがこの集団的自衛権の問題をはじめとして、安倍内閣の下で憲法がどうなるんだろうか、そして私いつも求められるのは自分たちはどういう運動をやっていったらいいだろうか、そういうことで私も比較的学者さんとはまた別の角度からいろんなところでお話をさせていただく機会が多くなってきました。そういう話の続きとして今日のテーマも、今求められる集団的自衛権行使との戦い、行使解禁との戦いということで今日はお話をしてみようと思います。レジュメの第1番に戦後戦前に変えた安倍政権の特異性ということで、立憲主義を否定して憲法9条をないがしろしたという書いたんですが、実はもうご覧になったと思いますけれども、これは今朝の東京新聞の一面のトップなんですね。東京新聞いつもなかなかやるなと思うんですけれど、これはどういうこと、一面の本当大事の脇トップなんです。解釈会見、国会国民の議論飛ばす、ルールを変えずに解釈を変えるというふうに書いてるんですね。今安倍さんがやろうとしていること、本当に一番大きな問題はこれなんですよ。憲法の解釈を変えてしまうというこれほど大事な問題を国民に諮らず、国会に諮らず、安倍さんの内閣によってやってしまうというとんでもないことをやってるんですね。こんな大それたことを考えた歴代政権というのは多分私はないと思います。こういうとんでもないことを今安倍さんはやろうとしている、これに私たちは立ち向かっていくわけですから、結構大変な仕事です。こんなむちゃくちゃをやる安倍さんにどう私たちは立ち向かっていくのかという問題を今日は皆さんと一緒に考えてみたいと思います。いろんなところで話すんですけれども、戦後と戦前という話ですけれども、市民運動の中ではずっと昔から、ずいぶん昔から、今は戦後なんだろうか、あるいは戦前なんだろうか、あるいは戦時なんだろうか、そういう議論が結構私の周辺でもありました。もう戦後でないのは大体はっきりしているとして、戦前だろうと言っていいのかという、かなり鮮明な議論をする人たちもいます。まさに今はもう戦時なんじゃないかというふうに言う人もいます。
そこら辺は非常に難しいところなんですが、いずれにしても今戦前になっていることは間違いない。かつての戦前とは違って新たな戦前がこの安倍さんの下でそういう時代が進んでいるという状況だろうと思うんですね。このまま突き進んでいけば本当に戦争になるんじゃないか。今日私がツイッターに書いたんですけれども、安倍さんの今日やってる国会答弁でも、本当に国会答弁じゃないですね、今日は自衛隊のところに行って発言をしたんですかね。で、諸君が今ここで本当に備えておくことがどんな大事なことかという激励を一生懸命自衛隊にやってましたけれども、これを聞いてるとこの人は本当に戦争をやるつもりだな。普段あんまりそう思わないんですよ。いくらなんでも今戦争をやろうと思ってるなんてことはないんじゃないか、疑いたくなるわけですけれども、最近の安倍さんの話を聞いてると、いや、やっぱりそんな生やさしいことじゃない、本当にこの人は戦争の準備をしてる、この国を戦争ができる国に安倍さんは今一生懸命やってるというのを最近非常に痛感をします。安倍さんがこの間口癖に言ってきたことをレジュメの冒頭に書いておきました。戦後レジームからの脱却とか、あるいは美しい日本を作るとか、日本を取り戻す、口を開けば安倍さんはそういうことを言うわけです。戦後レジームからの脱却、戦後の枠組みですね、その枠組みから脱却をする、あるいは美しい日本、どういうふうに安倍さんが日本の美しい姿を描いているかという問題でもあるんですけれども、安倍さんはもう一つ日本を取り戻すと言ってるんですね。どういう日本を安倍さんは取り戻す、多分安倍さんによれば失ったものがあるわけですね。その失ったものがあって取り戻すんですから、昔あったんです、いつの時代かあったんです。そういう日本を取り戻したい、安倍さんのいろんなこのフレーズを考えると非常に重要な意味がここに入っていると思います。戦後の枠組みというのは何だったかという問題がまず第一番に考えてみたい問題です。よくいろんなところで言われるのは、戦後の日本の政治というのは、日米安保体制の法体系と、それから日本国憲法の法体系の、この2つの法体系の総国だったという話が、これは多分名古屋の、長谷川先生ですかね、言われたことからずっといろんなところで引用されるんだと思いますけれども、そういうふうに言われます。日米安保の体制と日本国憲法の体制、相対立するこの2つの法体系の対立、確かに戦後はそうだったと思うんです。そしてそこから先、私の友人の内田正俊なんかも言うんですけれども、その2つの法体系の総国は、安保による憲法の侵食の歴史だったというふうに内田さんは言います。まあ私もそうだろうと思います。しかし考えなければいけないのは、一方的に日米安保によって日本国憲法が侵食されてきた戦後60何年だったかどうか、これは私たちのこれからの運動を考える上で非常に重要な問題なんです。安保体系と憲法体系の総国であることは間違いない。この2つが相争っていろんな場でこの2つをの戦いがいろんな政治の局面を決めてきたことは間違いないんだ。しかし同時にこの歴史はずっといわば憲法の負け続けの歴史ではないんだ。ずっと日米安保体系が勝ってこれを推進しようとした日本の政府とかそういう自民党とかそういう人たちが一方的にこの憲法体系を侵食してきた歴史とは私は思わないんだ。確かにそうなんですけど、一方では日本の市民運動や労働運動をはじめとして民主運動がこの憲法を使って日米安保体系、日米安保を進めよう、これを強化しようとする人たちに対して戦後一貫して戦ってきた歴史でもあるんですね。この戦いの歴史がなかったら、私は日本は今の安倍さんもこんな時代の頃か、もう10年も20年も30年も前にこういう時代になってたんじゃないか、よくとうとうこんな時代になってしまったよね、もうこんな時代が来ると思わなかったけども、とうとうここまでやられてしまった、
非常に受け身に考える人もいます。だけど確かにやられてしまった、ここまで大変な流れを安倍さんは作ってきた、大変なことなんです。決して容易なことではない。しかし今日ここに至るまでずっと私たちの先輩たちが日本国憲法を道具にして、これを使ってもっと早くこういう時代を作ろうとした人たちに抵抗してきた歴史だと私は一方で思うんです。これを考えておかないと、これからどうこの安倍さんの攻撃に立ち向かっていくかということの回答が私は出てこないかなと思うんです。だから最初にこの2つの法体系の歴史という話をしながら、そういうことを考えます。安倍さんは特に戦後のレジームの中でこれを壊すということは、安倍さんが意味するところは、ここにも書いておきましたけれども、ポツダム宣言とそれを前提にした日本国憲法のこういう体制を安倍さんは本当に憎んでいて、何としてもこれを壊したいというのが安倍さんの主張だと思うんです。そしてポツダム宣言を受け入れて戦後の日本があるわけですから、そういう中でその延長で村山談話とか河野談話とか、そのいろいろ出されてきたわけですね。いろんな戦いなんかでそういうのが作られてきた。これを安倍さんは非常に敵視する、もうご存じの通りですよね。最近ではやっぱりこれに対する内外の反撃が非常に強いもんですから、村山談話や河野談話を検証はするけれども、それを否定はしないというようなことを言い出しました。しかしもともとは安倍さんはこれを否定したいわけです。村山談話も河野談話も否定したい。しかし内外の反対が非常に強い中で、このままいくとまずいなと思って、そこは一歩後退しているわけです。それなら否定しないなら、見直さないなら、なんで検証するんでしょうねって話が本当にわからないんですね。あの人の頭の構造が理解できないのはそうなんです。検証してどうするんでしょう。普通はそれに問題があって何とかしたいということで検証するわけでしょう。いくらなんでも河野談話の正当性を再度立証しようとして安倍さんが検証するなんて全く思えないわけですよね。ですからその戦後レジームを何とかしてやっつけようという安倍さんの考えはそういう中にも出てきます。もちろん先日の靖国参拝などもそうだったと思います。ただ不思議なことに、戦後レジームというのは憲法と日米安保だと言いましたけれども、安倍さんは多分主観的には日米安保体制を打ち破ろうとは多分思っていないはずなんです。ここのところもどうも怪しいところがあるんですけれども、一応歴代の自民党政府というのは日米安保の体制は維持するという、そういう政治潮流ですよね。ですから2つの法体系の中で片方だけなんです。打破する打破するというのは、憲法体制は打破する。しかしどうも最近おかしくなってきて、後で触れることもあろうかと思いますけれども、アメリカとかヨーロッパから見ると、もしかすると安倍は戦後レジームからの脱却ということで、この日米安保の体制も含めて、このポツダム宣言体制そのものを安倍は打破しようとしているのかもしれない。それが靖国参拝であったり、あの戦後保障戦争責任、そういう問題に対して非常に否定的になったり、あるいはナショナリズムを非常に煽る、この危険な流れというのは、もしかしたら安倍はそういうことを考えているかもしれない。今安倍さんが一番信頼して、なんとかそこにすがろう、日米同盟を維持しようとしているアメリカの本体の中からそういう批判が出ているのはご存知の通りです。オバマ政権から出ている、あるいはニューヨークタイムズやワシントンポストとか、そういうアメリカの主要メディアからまで、安倍さんのそこの本当の本心はどこなんだろうかっていうのが出てくるんですね。ジャパンハンドラーと言われたアメリカの中では一番親日的で、そして対米従属体制を日本に維持させようとしてきたジョセフ・ナイとか、あるいはリチャード・アーミテージとか、こういう人まで、どうも最近安倍が言ってることはおかしい、もう少し安倍はきちんとしてくれないと困るという注文をし始めた。それが最近の特徴なんだと思います。ここは安倍さんは苦しいところだと思いますね。
いろんな文章の中で見ると安倍さんはもしかしたら本当にこのアメリカとの関係そのものも見直したい、多分本心から言えばできれば見直したいと思っていると思うんです。ただ今見直すわけにはいかない、日米関係とか世界の全体的な力から見てという程度のことなんだろうと思いますけれども、アメリカはそこを非常に心配をしています。安倍さんが何をやりたいんでしょうというふうにいろんなところに話しに行くと聞かれます。安倍さんは本当に戦争をできる国にして何をやりたいんですか、安倍さんは戦争好きなんですかという質問が本当に労働組合の人たちから聞かれます。これは非常に困るんですね。私も安倍さんに本当のところ聞いてみたことがないので非常にこの質問は困るんです。ただそういう質問は当たり前だと思うんですね。これだけ一生懸命なんで戦争の準備を安倍さんはやるんだろうかと思う。それについて私はここに書いておきました。それでも安倍政権はアジアの覇者としての位置を回復しようとして、やっぱりアジアの覇者でなくなっている現状が安倍さんには我慢がならないんだと思うんです。私は直接安倍さんが戦争が大好きで好きでたまんないとそういう人間だとは思わないんです。しかし安倍さんが絶対やりたいと思っているのはアジアの覇者になりたい、アジアで一番になりたい。彼に言わせればアジアで尊敬されるますます尊敬されない道だと思うんですけども、安倍さんはそう考えている。アジアで尊敬される日本になりたい。私は安倍さんが戦争好きかどうかっていうふうに聞かれた時にはそういうふうに答えることにしています。それで中国や韓国をあそこまでひどく挑発をして、あるいはさまざまなメディアを抱き込んで日本は素晴らしい国なんだ、日本はアジアの覇者になって当然なんだというそういう宣伝をマスメディアにさせる。これもひどいですよね。今日触れることもないと思うから最初に触れておきますけれども、皆さんご存知の通りですね、安倍さんの今のメディア戦略っていうのは本当に特徴がありますよね。あの NHK のことは言うまでもないですね。もみさん以下ああいう人事をどんどんやった、それだけじゃないんですね。先日の北海道新聞も詳細な記事を書いてましたけれども、安倍さんが官邸にどれだけメディアの人たちを呼び込んでいるか、これほどメディアと癒着して癒着を進めている安倍さん、その極めつけが昨日ですよ。笑っていいとこに出ちゃったんですね。やめていいとこってみんな抗議をしたって言いますけれどね、とにかくメディアに出てメディアを抱き込んでこれを使って自分を売り込んでいく。何を一番売り込むかっていうとナショナリズムです。安倍さんの今のこういう路線をメディアを使って徹底して売り込むというやり方をこの間やってきていると思うんです。そういう意味でこの私はこの安倍政権が存続することはもはやこの国は戦前に入ったことを意味するというふうに書きましたけれども、私はそう思います。この安倍政権を続けさせておく限り私は確実にこの先が戦争になると思います。それが大規模な戦争なのか、あるいは局地での戦争なのか、それはいろいろな場面があると思います。しかし今安倍さんが突っ走っている道というのは本当に危険です。市民運動はこの間ずっと60何歩以来言ってきたでしょうかね、左翼と言われる人たちがいつも戦争が来る戦争が来ると言って大変だ大変だと言ってきた。私ももしかしてそういうことを言ってきた人かもしれない。ただあんまり最近はそれが好きじゃなくなったんですね。あんまりそうやって脅せないよ、やっぱり冷静に状況を分析をして言わなきゃいけない。大変だ大変だということだけでみんなの危機感を煽って運動をやるようなことは良くないという考えをずっと私は持ってきたし、いろんなところでこの何年にもわたって言ってきましたけれども、今はやっぱりそう言わなきゃいけない、言ってもいいというふうに思うんですね。そういう時代になってしまった、その中身を今日いろんな角度から話をしたいと思います。去年の特に秋の臨時国会の中で作られた法律ですけれども、日本版 NSC 設置法と特定秘密保護法、去年の秋の臨時国会でこれがあっという間に通されました。私も残念で自分にも自分のことも不甲斐ないと思っているのは、日本版 NSC に対する運動を作れなかったんですね。多くの皆さんもそう思っていると思うんです。
日本版 NCC とは本当に大変な問題だったんですね。その悔しさバネもあって、秘密保護法に対する運動は短期間の間に急速に盛り上がりました。12月6日のあの最高頂点にした秘密保護法に反対する運動は全国で盛り上がりましたね。ただ私が返す返すの残念なのは、日本版 NSC に対する暴露と運動というのをこの秘密保護法程度にやってれば、もっと私たちは今集団的自衛権に反対する戦いをもっと進めやすかった。そういう意味では運動弱かったですよね。あっという間に通っちゃったですもんね、日本版 NSC。 ほとんど多くの国民がこれが何なのかというのを分からない間でしょ。国会で論戦やったり、私たちがいっぱいデモで騒いだり、集会やったり、署名やったりしていれば、多くの国民から見ても、そうか、日本版 NSC っていうのはそういうもんかって思ってくれますよ。それをやれなかったんです。どんなにその結果大変になってるかということをちょっと話しておきたいですが、集団的自衛権のことも私たちはそんな二の舞を踏むわけいかないんですね。日本版 NSC ができてから、あの短時間ですよ、本当に臨時国会が終わって1ヶ月もしない間に、次々とこの日本版 NSC は頑張ったですね、頑張ったというか働いたというか、悪いことをいっぱいやったというか、本当にそうなんですね。防衛大綱、それから中規模、あるいは安全保障戦略、国の10年にわたる安保戦略だと言われるような NSC 戦略、そういうものを次々作りました。そして例えばあの南スーダンで韓国軍に日本自衛隊の銃弾を1万発貸すという話も、今までだったらあんなことはありえないんですよ。ところがあっという間にこの NSC で話しちゃうんですね。 NSC っていうのは4人の閣僚しかいませんから、安倍さんを含めてみんな安倍さんとほとんど考えが全く一緒。東京新聞の半田さんに言わせると、だから4人だけど 1.5 人程度のもんだって言ってますけど、本当そうなんです。だから決めるのは非常に簡単。安倍さんがやりたいと思ったら、はい、韓国軍に銃弾を貸しましょう。韓国軍が借りたいと言ったからとか言わなかったとか、その後あれこれあれこれお互いに言い合うような事態になりましたけれども、そして防衛大綱とかほとんど議論なくて、 NSC で議論してここが承認したからっていうことで、自動的にどん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 国家戦略が決まっていくんですよね。これは後で話そうと思ったんですけど、防衛大綱とこの安全保障戦略の中で、私は日本自衛隊の歴史的な変質がやられたというふうに今皆さんに申し上げておりまして、本当に自衛隊の歴史長いですけれども、その中でこの歴史を隠するような変質がこの日本版 NSC と安倍政権の下でやられた。非常に特徴的には私は2つあると思っている。1つは敵基地攻撃論という考え方を取るようになった。敵の基地を攻撃するというその考え方、もう1つは日本自衛隊に海兵隊的機能を持った部隊を作る、海陸機動である、そういうものを作った。この2つが私は非常に特徴的なことだと思うんですね。日本の自衛隊が敵の基地を攻撃するということはどういうことか。自衛隊はずっと専守防衛ということを建前にしてきたんですね。憲法9条と見てどう見ても私は違法だと思うんですけれども、歴代の政府はそこをなんとか憲法9条のもとでも自衛隊存在を認めさせるという非常に苦しい、まあまやかしの解釈をしてきたんですが、その最大の根拠が専守防衛だと。自衛隊は攻められたら守る、攻められたら守るのは当たり前じゃないか、それを理由にしてきたんですね。今回は非常に具体的にそうではなくて、敵の基地を攻撃するということをこの全体の防衛大綱やそういう考え方の中で打ち出し始めました。これからもっともっとこの考え方を完成させていくと思うんですけれども、敵の基地というのはどこにあるかということですよね。
専守防衛というのは日本の領土領空領海の中にで守るということですよね。この日本の領土領空領海の中に外国軍基地があるのはアメリカ軍の基地だけですから、アメリカ軍を攻撃するというわけではないんですね。そうすると海外しかないわけです。海外の軍事基地を攻撃するという考え方をあっという間に、あの通常臨時国会が終わった後の一連の NSC 以降を打ち出した方針の中で作ってしまったんですね。そしてこれはこの敵の基地を攻撃するという考え方は、臭いものは元から立たなきゃダメという話ですから、危ないものに対しては守るだけではなくて元から立つという話ですから、これは先制攻撃につながっていくんですね。やられる前にやってしまえという考え方につながっていきます。今先制攻撃を明確には主張していませんけれども、敵基地攻撃は可能だと何度も言い始めてるわけですから、これは当然そこに行くと思うんです。そして日本の自衛隊が海兵隊的機能を持った部隊を作るということになって、これは口実は尖閣諸島を口実にしているわけです。尖閣諸島がもし某国の軍隊に占領されたらどうするか、あるいは某国の漁民が大量に襲ってきて尖閣諸島を占領してしまったらどうするか、これに対して自衛隊は殴り込み部隊を持って排除するんだと、そういう特別の部隊を作るんだということで、今陸海機動団を作り始めたわけですよね。これも私は日本自衛隊の重大な変質だと思うんです。これは決してこういう海兵隊的部隊が出れば尖閣諸島問題だけに対応するわけはありません。この部隊は尖閣諸島問題以外永久に使わないなんてことはありえません。海外の殴り込み部隊になるのは間違いないです。沖縄でどれだけアメリカの海兵隊が悪いことをやってるか、アメリカの世界戦略の中で明日をも知れぬ命でいつでも殴り込まされる、大統領の命令があったら殴り込みをやる、そういう中でますます乱暴者になって悪さを働く、こういう部隊は日本の自衛隊には今までなかったんです。だから陸海空三軍といいますか、三自衛隊体制だった。今日本の自衛隊は小さく産んで大きく育てるんですから、これが必ず日本の自衛隊の第四軍になってきます。そういう道が昨年の暮れに切り開かれたというのは、私は非常に大きいことだと思うんですね。これらを本当に食い止めていかないといけない、こういうものがいろんな形で動き出すのを私たちは食い止めていかなければいけないというふうに思っています。それで2番目のところに移りますけれども、安倍さんは国会で圧倒的な多数を持って今何でもできるようなつもりがしている。最近すごくあの人は早いですよね。とにかくこんなのどうして浮かれるんだろうかと思うほど心配なほど早いになっています。それは大きな議席を持って、その議席を背景に何でもできるというふうに思ってるんだと思うんです。私たちも安倍さんが次々やってくるのを見て厳しいなと思うことが非常にあります。ただ物事両面から見ようということを私はいろんなところで言いますけれども、安倍さんの会見の動きというのは必ずしも順風満帆ではなかったと思うんです。第一次安倍政権の時にまずそうですよね。2006年から2007年にかけて自分の首相の任期中に日本国憲法を変える、日本国憲法の最もおかしいところは第9条であると啖呵を切って、2006年から2007年にかけて政権を担当した安倍さんは、実際にはあの時期に憲法9条を変えるのは嫌だという世論がどんどん大きくなっていって、安倍さんの9条改憲という野望は崩れました。
いくつか理由はありましたけれども、安倍さんは自分で政権が維持できなくなって2007年に放り出します。そこで今度もう一度登場してきた安倍さんですけれども、登場してきた時にはリベンジで何としても自分が第一次政権で失敗したそれをやり遂げようと思って登場してきたと思います。そこで少し自分が利口になったつもりなんでしょうか、通常会見からやるとこの国の世論はなかなかまずいと、通常会見というとみんな一斉にすぐに反発すると、だから96条からやるという、これを考え出したというか、前からこの意見は言ってたんですけれども正面に持ってきたわけです。九条の会の運動私もやってますけれども、九条の会の中でも九条と思ってたら96条会って随分言われました。96条って何だという学習会も随分行きましたけれども、みんな本当に一生懸命勉強しましたね。96条ってのはどういうことなんだと安倍が言い出した。短期間の間に日本の市民運動は非常にこの問題でも勉強しました。いろんな学者先生とか弁護士さんとかそういう人にもいろいろ教えてもらって、96条改憲というのはどういう意味を持っているかというのをお互いに勉強したと思います。最初から知ってた方もいるかもしれませんけれども、やっぱり多くの方はこの中で96条改憲ということを安倍さんが言ってくれたことで、実は憲法の立憲主義というものに正面から反するこういう安倍さんの企てなんだということを勉強しました。立憲主義ということも随分と市民運動の中で言われるようになりました。そしてどの世論調査を見ても非常に短期間の間に96条を変えるのはダメだと、安倍さんもいろんな理屈を言いましたよね。あの頃物事を変えるのに民主主義やったらなんで3分の2なんだと、過半数でいいじゃないか、民主主義とは過半数だと、これだけたった国会の3分の1の議員が反対したら憲法を変えられないなどというのは民主主義じゃない、いろんな聞いた分の説明を一生懸命自民党は当時やりました。しかし多くを学んだ日本の民衆の運動はこの96条改憲はダメだという答えを出したんですね。96条の改というのもできました。そういう中で安倍さんはもう96条はやれないな、これで96条を変えるにしても国民投票をやらなきゃいけないわけだからね。最後は国民投票をやったら絶対負ける、彼は負けるって言いました。あの当時このままでは負ける、だからやめちゃったんですね。大動揺ですよ。96条96条ってあれだけ大騒ぎをしたのに安倍さんはやめた。その次、その次って順番が必ずしも順番ではなくて、少し前からもちろん言ってるんですが、9条改憲も96条改憲もダメだったら96条も9条も今のままで安倍さんが思うような国にしたい、それを考え出したわけですね。考え出したというか強調しだしたわけ。それが一つのその道具がここに書いておきました、国家安全保障基本法です。私もこれいろんなところで言いました。国家安全保障基本法という本当に舌を噛みそうな法律ですけれども、これ面倒だけどもやっぱり私たちは国家安全保障基本法というのは何かということを早急に勉強しましょう、そしていろんなところで伝えましょう。これからは国家安全保障基本法が問題ですって話を随分しました。言ってきたのに最近これはあんまりまた後ろに引っ込んじゃったんですね。これ勉強しよう勉強しようとお前何言ってきたって言われそうなんですけど、本当に言ってきました。私もいろんなところで国家安全保障基本法というのは自民党はすでに骨子を出していて、この骨子はサイトで読みますからぜひ読んでください、この中にこういうことが書いてありますって一生懸命言ってきましたね。まあ実際にはその中の中身に書いてあった秘密保護法制とかそういうものが先取りしてやられていますから、勉強したことは決して損したわけではないんです。自民党は9条も96条もそのままにして国家安全保障基本法を作ることで、この憲法よりも下の法律、海にある法律を持って基本法を持って
解釈を変えてしまおうとしたわけです。その中に自衛権の行使は当然だということがこの基本法の中にスラッと書いてあります。議論になっている集団的自衛権か個別的自衛権かなどと面倒くさいことは言いません。自衛権の行使は当たり前だということになるわけです。とどのつまりそれは集団的自衛権も行使して当たり前である、そういうことを書き込んだこの国家安全保障基本法を作る。これによって憲法を変えないけれども法律で決まってるんだと、国会が認めたんだということで集団的自衛権を変えようとしたんですね、解釈を。これは過半数でできますから簡単です。国民投票もいりません、簡単です。これをやろうとしました。そして去年やったあの参議院選挙の公約にも書いてあるんです。国家安全保障基本法の制定など日本の平和と地域の安定を守る法整備を進める、参議院選挙の公約にもこう書きました。ですから参議院選挙の当時は国家安全保障基本法をやるやると安倍さんは言ってたんです。ところがまた動揺するんですね。安倍さん本当に動揺の連続ですから見といてください。一番最初はこの基本法を作るというのは公明党はなかなか賛成しないだろうなと、過半数でいいと言いましたけども国会に出さなきゃいけないわけですね。で過半数取らなきゃいけない、誰が法案を出すか。当初自民党が考えたのは公明党が持ってこないだろうから自民党単独で出すと考えたわけ、議員立法でやる。もちろんその他その当時維新は何て言ってましたか、そのとか賛成する党があるとはもちろん踏んだでしょうけれども、公明党が乗らなくても国会に出すということで議員立法でやる。国会で決める法律にはよく言われますけれども議員立法とやるのと内閣が出す法案でやるのと、法案審議には2つの形があると言われています。簡単な議員立法でやろうとしたんですね。しかし安倍さん途中で考えたんです。待てよ、いくらなんでもこれは軽すぎるかな、憲法の解釈を変えるほどの大事な問題を議員立法なのでやっていいもんだろうかということで、からは一度方向を転換します。各法でやる、そういうふうにこの7月22日の記者会見で啖呵を切りました。解釈をただ変えればいいのではなく法的な裏付けが必要だ、基本法は各法であるべきだ。ところが内閣が出す法律、議員立法でしたら議員が法案を作るんです。もちろんあの内閣法制局が作った後チェックはするんですけれども、基本的には議員が法案を作ります。各法でやるときには内閣法制局というのがありますから、法の番人と言われる、もうこの間何度も問題になってきたから皆さん十分ご存知のそういう機関ですけれども、この内閣法制局が全面的にやらなければ各法で提案するというのは無理です。当時の内閣法制局は長官がこういう解釈は無理だと、いくらなんでも歴代の内閣がずっと日本国憲法9条の下で集団的自衛権を行使するというのは無理ですというふうに言ってきたそのままですから、これが邪魔になったわけです。それで小松さんという人を持ってきたわけですね。外務省のフランス大使だった小松さん、これは第一次安倍内閣の当時からずっと安倍さんの言うことを聞く人だったんです。これに目をつけて自分の言うことを何でも聞いてくれそうだということで、小松さんを持ってきて内閣法制局の長官に据える。首を切ったらいくらなんでも聞こえが悪いというんで、ちょうどその時に席が空いてた最高裁の判事のポストに今までの内閣法制局長官を栄転させる、何のことない追い出しただけなんですね。だから首を切ったんじゃないよと言いながら全く別の畑の外務省から小松さんを持ってきたわけ。実は先出しちゃいますけど、最近小松さんはもう本当に物議を、いろんなところで物議をかぶしてますよね。あの人の本当にあの脱線した発言というのはどこまで言うんだろうかと思う。あの、
国会議員と喧嘩をしてみたり、あるいは共産党に質問されたのに社民党の質問の時間を取ってそこで永遠と答えてみたり、いろんなことをやってますね。実はこれは理由があると言ってる。人の病気のことはあんまり言っちゃいけないんですけれど、あの人は本当に具合が悪いんです。具合が悪くて入院をしていた。それを小松さんは自分の一生をこの解釈改憲、集団的自衛権の解釈の成立にかけたいというふうに安倍さんに直訴したという話があります。聞いたわけじゃありませんけれど、そういう話がいっぱいあります。そこで安倍さんはその熱心さ、純真の思想に打たれてと言ってましたけれども、それで退院してもらって1週間に1回病院に行かなきゃいけないんですけど、それでやってる。だから小松さん自身非常に追い詰められた気分なんですね。非常に緊張してますし、結果早い。それでしょっちゅう今問題を起こしてるんですね。だからこの先本当にどうなるか分かりません。余計な方に行っちゃいましたけれども、それで内閣法制局を安倍さんの意のままに何とか動かそうと。そう簡単に意のままに動かないんですけれどね。今までの母体がありますから、首を長官の首を変えただけでそう簡単に動くというものではありませんし、それからずっと歴代の中で積み上げた解釈を変えるというのはそう簡単な仕事ではないわけです。小松さんになったからといって簡単ではないんですけれど、やっぱり小松さんになって随分変わりました、内閣法制局は。そこで安倍さんは内閣法制局を変えて解釈改憲の道に進もうとしてきたわけです。ただ実際には内閣法制局に努力をさせて国家安全保障基本法案を作っても公明党が今閣内で非常に抵抗しています。それから最近よく見られるように自民党の中にも必ずしもそういう道でいいと思ってない人たちもたくさんいる。だから国家安全保障基本法で解釈を変えるという道は本当に楽じゃないなと思うようになったんですね。確かに公明党の太田さんは国交大臣ですけれども、太田さんは安倍さんの考えで大体いいよっていうのは早々と屈服してますけれども、公明党本体はずっと今でもまずいというふうに言い続けてますから、これはなかなかいざ閣法にするという時には太田さんはどうするのか、与党として公明党はどうするのかっていうのは重大問題で、これはこれではいけないなと思い出したのが最近の安倍さんです。その考え方を一生懸命裏で支えているのがレジュメの2枚目にあります北岡伸一さんという人です。安全保障の法的基盤の再築構築に関する懇談会というのの座長代理ですけれども、この人が前々から言ってるんですけれど、去年の10月頃の中央公論で言ったのは、この集団的自衛権の解釈変更には3つの方法があるよ。それとは首相が談話で言っちゃえばいい、もう首相がこれから変えると言っちゃえばいいっていうのが1つ、2つ目は閣議決定をやればいい、3つ目は安全保障基本法の制定だと。しかし安全保障基本法の制定ではなくて前の2つでやるべきだというのが中央公論に書いた論文です。私もコピー取って一生懸命読みましたけれども、そういうことを言っています。安倍さんは今この道を進もうとしました。だから国家安全保障基本法も追及するのはしばらくやめたと。特に2番目の閣議決定ということで行きたいというのが今安倍さんが考えている道です。それで磯崎さんという人が大体そのコースを言ってるんです。これからどうしようかと。2番目のレジュメの上から5行目のところですけれども、4月に安保法制本が答申というのを出します、報告書を出します。そしたら内閣法制局に、小松さんを中心とした内閣法制局に解釈を変えるのは合憲ですというふうに確認をさせて、法制局もそう言ってるんだからということで公明党に働きかける。
公明党との与党協議が終わったら、閣内で集団的自衛権行使についての解釈変更の合意を取って閣議決定をやる。今日冒頭に東京新聞の報道を紹介しましたけれども、国会の論議はこの後やるというんです。すごいんです。だから先に閣議で決めてしまう。もちろん国民にも諮るわけはありません。国会の論議がやられたら、私たちもその中身が随分問題点とか分かってくる。国会の論議に先立って閣議決定をやってしまう。本当にこれはとんでもないやり方になってるんです。で、そのことを、そういうとんでもないやり方を安倍さんは言い直って、これも随分新聞で報道されました。2月13日、予算委員会で、憲法解釈を変えて集団的自衛権の行使を認めるかどうかは、最高責任者は私だ。私たちは国民から選挙で審判を受けるんです。と言い直ったんですね。だから憲法解釈を変える最高責任者は私だ。国会で議論したり、国民の間で議論したりすることは必要ない。もともと私たちが多数になったのが国民に支持を得ているからだという。そういう論理で、この閣議決定で解釈を変えることを正当化しました。そしてその後の順序についてもう少しどういうふうに進めるかというのがはっきりしてきました。2月20日の予算委員会の話ですけれども、与党とも協議しながら最終的には閣議決定する方向になる。実際に自衛隊が活動していくためには根拠法が必要だ。閣議決定して案が決まれば国会でご議論をいただく。ですから解釈を閣議決定をしても、そこですぐに自衛隊が動ける、自衛隊が戦争ができるわけではないんです。いろんな法律はそのままですから、今のままですから。例えば自衛隊法というのが、周辺事態法というのが、 PKO 法というのが、全部今のままですから、その閣議決定の趣旨に基づいてこれらの法律を全部変えていく作業が出てくるんです。これは結構大変だと思う。安倍さんはただこれを秋の臨時国会の間でやっちゃうって言ってます。9月から臨時国会になるのかどうか、9、10、11。この辺でこれらの自衛隊法の改定、周辺事態法の改定、PKO 法の改定などをやって、集団的自衛権を自衛隊が行使できる具体的な法律を裏付けていく。その時に国会議論するって言うんですね。もう閣議決定で憲法解釈は合憲だよって、解釈改革は合憲だよってしちゃった上で、その後で議論をするというのは安倍さんの今の中身です、考えている。もう少し詳しく北岡伸一さんが言ってます。北岡伸一さんというのは当初はあんまりこの人は重視されてないんじゃないかって言われていましたけれども、どうも最近はやっぱり安倍政権の中では北岡さんは非常に力を持ってるようですね。かなり北岡さんは頼りにされてるようです。北岡さんは報告書提出後のプロセスについて、政府が行使用人を確認し、閣議決定し、自衛隊の行動を定める自衛隊法や、朝鮮半島有事などへの対応を定めた周辺事態法、国連平和維持協力活動の改正に着手するとした。これでやっちゃう。国家安全保障基本法なんかは二度手間になるからやらない。そんなのやってまた国民的議論を起こしたら面倒なことになる。だから直接こちらの諸法律の改正に行っちゃおう、そういうことに言ってます。ですから繰り返しますけれども、この通常国会の間に解釈の変更は多分難しいなと自民党は今思いつつあるんです。安倍さんとこれもまた同意したんだけど、もともとはこの通常国会の間に制限をしちゃうと言ってたんですが、いくらなんでもこれも世論や公明党の抵抗があって難しい。
だから計画としては終わったら夏にというね、国会やってない時です。夏に閣議決定をしちゃう。どこで国会議員はどこで反対すればいいのか分かんないんですね。野党が表で街頭で反対するぐらいしか方法ないようなことを考えている。そして秋に今ずらずらっと上がったこの法律をやっちゃうというんです。安倍さんの計画。どうしてそんなにそういうのか、今自民党の幹部たちが言ってます。この前の総務懇談会でも、こんな重要な問題は安倍さんどうしてそんなに急ぐかわからない、もう少し慎重にやったらどうかという意見が自民党の中でいっぱい出てます。でも安倍さんには理由があるんです。急がなきゃいけない理由があるんです。年末に日米ガイドライン防衛審の再改定というのはもうスケジュールで決まってるんです。日本とアメリカの間で、それプラス2を何度か積み重ねてきて、防衛大臣、外務大臣、日米の両2プラス2で何度かやってきて、秋から年末にかけて再改定をやる。ここで自衛隊とアメリカ軍の関係とかそういうのを全部整理し直すというんですね。ついでに言っちゃいますけれど、安保体制でよく言われているのは、日米安保体制の中で自衛隊と米軍の関係は盾と矛の関係だみたいなことをよく言われるので分かりやすく、ここ攻めていく攻撃的な役割はアメリカ軍が担う。防衛、国の日本の防衛は日本の自衛隊が担う。非常に大雑把ざっくりですけれども、日米安保体制の中での日米の分担というのは大まかそんな風に分担されてきたんです。しかし集団的自衛権が行使できる集団的自衛権を行使するとなると、そういうところもとどまらないんです。そして先ほども言いましたように、敵基地攻撃もやるし、殴り込み水陸機動団も作っちゃうわけでしょ。もう盾どころじゃないんですよ。攻撃の役割も自衛隊は担っていく。そうすると従来の日米安保体制の了解でいいのかどうか、ガイドラインをどういうふうにするのかっていうのは大問題なんです。それをアメリカが全部受け入れるかどうかというところもちょっといろいろこれから難しいところで、ここまで安倍さんがいろいろナショナリズムで突っ走っていると、簡単に安倍さんの言うことをアメリカが認めるようにはしないと思いますけれど、何しろ今アメリカは財政なんだ。もうアメリカの国防軍の軍事費は非常にどんどん減らしている。何としても日本の自衛隊の力を使いたい、あるいは思いやり予算を含めとして日本の財政を使いたい。だから日本の自衛隊がそういうことまでやりますやりますと言い出したときに、アメリカは応用し打ちという可能性は十分もちろんあります。日米安保体制をどういうふうに見直すか、そこが控えてますから、それまでの間に全部安倍さんはやっちゃうという。でこういう自衛隊の体制になりました、これでいきましょう、日米ガイドラインの交渉に迫る。だから後ろがはっきりしてるもんですから、今度の国会ではできないとなっても非常に短期間の間にバタ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 、通常なら1年も2年もかけてやるようなことを数ヶ月でやらなきゃいけないと、安倍さんはそういうところに追い込まれてもいるんです。だからあっという間に次々やってくる可能性がありまして、私たちは本当にこれらの法律の問題点とかいっぱい勉強して、いろんなところでいろんな人々に語り尽くさなきゃいけない、そういう仕事がこの後迫っています。3番目に書いたのはちょっと違う角度から言ってます。安保法制懇というその北岡伸一さんが座長代理の懇談会ですけれども、これが非常に大きな役割を安倍政権の中で占めているんですね。しかし何のことはない、これは首相の私的諮問機関なんです。何らの行政的な位置があるわけでもないんです。安倍さんの私的な諮問機関としてのこの安保法制懇が4月の上旬に集団的自衛権に関しての答申を出すと言ってるんです。4月の上旬という話が最近出てきたので私もびっくりしてるんです。実は4月8日に大集会を準備してるんですね。これをなんとか反撃しようと思っていろんな市民団体が今70団体ぐらいすでに参加してます。
これを100団体以上ぐらいにして、これに反映する大きな運動のきっかけを作ろうと思ってるんですが、4月8日で間に合うのかどうか、ちょっと本当に心配になってきてるんですけれども、ここでこの私的諮問機関が報告書を出して、いろんな指揮者研究者が大丈夫だと言ってるんだから大丈夫なんですと安倍さん言いたい。14人の研究者、外交官、そういう人たちがいます。何度も言われました。みんな安倍さんのお友達です。第一次内閣の時に使って作って、ほとんどそっくりそのまま横滑りしている。どういう意見を言うか全部安倍さんは知ってます。自分の意見と同じ人だけ選んで、それを諮問機関と作って、この人たちに報告書を出させるって言うんだから、これは何て言うんですかね。普通やらせとか、あと何て言うんでしょうね。本当ひどい話なんだと思うんです。これがさもものすごい権威があるように今言ってるんですね。で、行政機関の中でもそういう機関は必要ない、これがやれば十分だというふうに安倍さんは最近表現するようになっています。こういう私的諮問機関が報告書を出してそれを やるというのは本当に権力の私物化といって、それ以外の何者でもないんだと思うんです。これは4月の上旬から彼らの報告書を出した時点から非常に新聞でまた問題になりますから、私たちはこれに対する暴露、こんなものは何の価値もないということを本当に多くの人に暴露していく課題が出てくると思います。4番目にちょっと書いておきました。集団的自衛権を行使するというのは非常に難しい。街頭でいろんなところで説明してもなかなか難しい。今シール投票とかいろんな街頭でやってる仲間たちがいます。結構難しいと言ってます。随分いろんなシール投票をやりますけれども、わからないという人がかなり多い。秘密法、それは秘密ですというの言葉があります。なんかこういうのないかっていつも言われるんですね。皆さん考えてくださいよって、別にそういうの私に言わないでくださいよって言いたいんですけど、ただなんか知恵を絞ることが必要だと思いますけれども、はっきりしているのは集団的自衛権を行使するということは海外で戦争することなんですね。行使するっていうのは戦争するなんです。集団的自衛権で戦争をやるってこと、ここは非常に多くの人にはっきり分かってもらわなきゃいけない。これから準備をする、戦争の準備をするとかそういう話じゃないです。行使するっていうのはもう戦争をやってることそのまま。ここのところを私たちはいろんな人に説明をしていかなきゃいけないと思います。おさらいのような話を変えておきました。集団的自衛権とは、日本が攻撃されていなくても密接に関係する国に対する武力攻撃を実力で阻止する権利。これまで内閣法制局は国際法上保有はしているが憲法9条で許される必要最小限度の自衛権の行使の範囲を超えるため行使はできない、そういう見解を言ってきて、これがイラクとかそういうところでも日本の自衛隊が軍事行動ができない、そういう歯止めになってきたわけです。これ自身、この解釈自身にいろいろ問題はあって認めるわけではありませんけれども、しかし歴代の自民党政府の下でずっとこういう解釈が政府の公式見解ということで確認をされてきたわけです。特にその中ではいろんな国会審議の中で1981年の鈴木善幸内閣当時に確立された考え方で、30年以上にわたってずっと日本の政府はこれに拘束されてきた。小泉さんの内閣でもそうなわけです。中曽根さんの内閣でもそうなんです。こういう考え方に拘束されてきた。ところが最近ずっと自民党が言うのは、権利はあるけれども使えないというのはおかしい、そういう権利があっていいもんか、すごいなんか
一見聞くともっともな話をするんですね。そういうのは権利と言わない。持っている権利が使えないというのはおかしいっていうんです。でもそういうことを言ってきたのはあなたの先輩が言ってきたんで、私たちが言ったわけじゃないんです。別に自民党がそういう解釈を発明してきてやったんですけれども、それはちっともおかしいことじゃない。だからいろんなとこで酒屋代理みたいなところで言われると なってなっちゃいますから、やっぱり私たちも反撃するのを用意しとかなきゃいけないんですね。いくつかそうですかねって言わなきゃいけない。世界には中立国という永世中立とかいろんなことを言ってる国がある。この国は自分らで外国と戦争をやらないのは間違いなんですか。持ってる権利を使わないと宣言してるんでしょ。そうですよね。日本国憲法でそういうものはできないと言ったら、それをやらないのは決しておかしいことではないんです。それぞれの国の権利なわけですから。さも分かったように持ってる権利を使えないなどという、そんな変な権利はないなどという論議は私たちは拒否しなきゃいけないと思うんです。時間がなくなってきましたので少し先を急ぎます。一番最後の5番目のところですけれども、これも運動と関係することなので今日どうしても申し上げておきたいなと思ったことなんです。資料の中でこういうグラフが入っていると思います。今日の資料の中でカラーでやって本当はうまく色を説明が分かりやすかったんですけど、点々と実践だけでやったのでちょっと分かりにくいですが、これはかなりオリジナルで私たちはすごい大事だと思っています。シンデレラ界オリジナルのグラフだったので、これは別に著作権は主張しませんけども、これは読売新聞の世論調査なんですね。で最近3月の15日にまた読売新聞が世論調査を発表しました。憲法世論調査が毎年やるんです。読売新聞は言うまでもなく改憲派の新聞ですから、できれば改憲に有利な材料を出したいというのが当たり前ですよね。今回もですから2月に調査をして、安倍さんの応援ができたらいいなと多分社の方では思いながら調査をしたと思うんだ。調査をした結果が読売が願った結果とは全く違いました。それがこのグラフと、それから読売新聞のコピーが今日入ってると思うんです。読売新聞なんか書かないよって言ってる人はこの中には多いと思いますので、コピーを差し上げておきますけれども、これを見てください。実は普通読売新聞は憲法世論調査をやると必ずその日に社説も書くんです。そしてこれはこういう意味を持ってる、会見が大事だみたいな。今回は社説がなかったですね。笑っちゃいましたけど、社説に書くだけの気力がなかったのかもしれません。今多くの人たちがこれだけ大変な問題が起きている中で世論がどうなっているかというのを改憲派の新聞の調査の中から私たちは見ることができる。後でよくその細かい新聞の数字などを見てください。簡単に言いますと、改憲した方がいいかどうかっていう調査に関して言うと、改憲した方がいいというのが42で、しない方がいいというのが41。なんだ改憲が多いじゃないかというかもしれませんけれども、実は去年よりも 9% 改憲が入ってるんです。そしてほとんど賛否同数になったんです。去年と一昨年は20ポイントぐらいの差がありました。改憲をしたいという方が読売の調査ではずっと改憲反対より多かったんです。去年と一昨年はね。それが今年の調査ではほぼ同じになってしまった。で、もっと特徴的なことは20代と70代ですね。70代の方いますかね、ここに。20代が、これは本当に20代の中では改憲が反対だという方が多かったんです。5ポイントぐらい多かったんですかね。5ポイントと書いてありましたかね。70代ではもっと多かった、14ポイントも
やっぱこれは戦争を知ってるからでしょうね。安倍さんが今こうやるとしてるのに嫌だって思う人が70代の人が多くかった。確かに20代が5ポイント改憲賛成より多かったっていうのも重要だと思います。余計なこと言いますけど、この前東京都知事選挙がありましたよね。その中で田上さんが60万だかなんだかと、あのあといろんな評論家が言う人がいるんです。いろんなでもない一部の評論家なんです。私はあんまり好きじゃないんだけど、若者が右傾化している証拠だ、田上があれだけの票を取ったのは大変な事態がこの国で起きている、今の若い奴らはファシズムに煽られてるいう人がいるんだ。確かにこの調査でも30代とかそういうのは多いですから、全く当たってないということはない。しかし20代がこういうふうになってるっていうのは今の説明ではできません。で、実は私は都知事選挙やったから知ってるんですけれど、都知事選挙やった時に私の仲間は田上陣営の若い人たちといろんな人と話してるんです。その報告をしました。田上に入れるか宇都宮に入れるか迷ってるというふうにその運動員たちは言ったそうです。すごいちょっと理解できないですよ。あの右と左に見えるこのどっちかで迷ってると言うんです。若者の一部が、私は分かりました。そうなんです。昔希望は戦争だって言った人がいるじゃないですか。この社会で差別され格差社会で自分はいつもずっと 下積みに置かれてる、何としてもここが突破できない、自分の将来が良くなりそうもない、戦争でも起きたらこんな格差社会はぶっ壊れるんじゃないか、希望は戦争だって彼は言ったんですよ。田上か宇都宮かという時に、この格差の問題、若者の貧困の問題をどっちが取り上げてるんだろうかということで迷ったという。で、田上さんも力強い、宇都宮さんもその問題を取り上げてる。で、今は田上陣営に来てるけども迷ってる。私はすごい大事なことだと思うんです。だから簡単に若者の受け入れかっていうのを言わないでもらいたい。ここにこういうパーセンテージも出てるように、これからの仕事です。この若者たちのところに私たちの改憲反対の戦争反対の運動がどれだけ声が届くか、その人たちとどれだけ一緒にやれるかっていうのはこれからの勝負です。今の若いやつはもうダメだよっていうのは絶対キングです。これからなんです。それがこれに示されていると思います。こればっかり言っちゃうと長くなりますから、集団的自衛権、これは行使できないというのが 43% です。解釈を安倍さんのように解釈でやろうというのは 27% です。憲法9条を変えろというのが 30%、 今のままがいいかよりもっと厳格に9条を守れという人が合わせて 60%、 ダブルスコアです。ですから私は今非常に安倍さんが勢いをよくしている、あ、96条のことも書いてありますよね。 52% が反対だって言った。96条変えろというのが 24% で、安倍さんが今勢いよく解釈改憲を進めようとしている状況ではありますけれども、私たちはこれからどうやっていけばいいかということを考えるヒントがこれらの中にあるんじゃないかなというふうに思っています。岩木部さんという非常に右翼改憲派の論客がいます。岩木部誠さんがこの読売の世論調査の結果を解説しています。彼によれば安倍さんが去年秘密報道のああいうのをやって非常に強引にやった、それが反映してるんじゃないかというのが改憲派の岩木部さんの言うことでした。まんざら間違ってもないんです。多くの人がやっぱこのまま安倍政治を任せておいたら大変なことになる思い始めてるんだと思うんです。ですから私たちには残された時間というのはあんまりないんです。4月から年末までという彼らが設定した日程で言えば半年余りの日程ではあるんですけれど、その間に本当にどれだけ大きな運動を作れるかということに私はかかっていると思います。秘密法は残念ながら最後の12月6日の時まで大きく盛り上がりましたけれども、短期間のうちで間に合いませんでした。あれが本当はあと1ヶ月でも運動があったら世論を大きく変えていくチャンスになれたと思うんです。
安倍さん実際あの後やりすぎたって言ってるわけですから、見てこんなことちょっとやりすぎちゃったなんて、こんなに運動を盛り上げちゃったって彼は失敗したと思ってるわけですから、そういう運動をこれから作る仕事が私たちの前にはあるような気がしています。それで最後に一つお知らせなんですが、一番冒頭言いましたように12月8日に今70団体のライン市民団体労働団体が横並びで連帯をして日比谷野外のところで大きな集会をやろうと思っています。市民総合の時で言えば11月26日のあの週11月21日だっけ、あの大きな集会と同じ位置づけです。あそこから短時間の間に国会法律とかいろんなことをやってきました。今度の4月8日の大きな運動を作ることをきっかけにして、私たちは全国の仲間にこの集団的自衛権に反対する運動に立ち上げるように訴えていきたいと思います。野外音楽堂は今3000人しか入れません。すっごい厳しくなっていて、それ以上入れると力を貸さないと言われるんです。ですから野外音楽堂の外にもたくさん集まるような状態を作りたいと思っています。そしてデモも国会だけではもう時間が間に合いませんから、何時間もかかっちゃいますから、銀座と国会と両方向に作って国会議員の人たちも呼んで、そういう大きな集会をやろうと思っています。ここに連帯の挨拶をいただこうと思っています。それは秘密保護法反対の実行委員会と、それから数日前に集会を20日にやった私もその中のメンバーでもあるんですけれど、戦争させない千人委員会というのがある。この大きな2つの団体の連帯挨拶もここで受けようと思っています。今お話をしているのは日本弁護士連合会、ここも連帯挨拶も受けたいと思っています。秘密保護法の時には日弁連が来てくれました。ですからそういういろんな各界の人たち、学者文化人や報道会やいろんな人たちが集まって、この4月8日の大集会を成功させることをきっかけにして、この集団的自衛権に反対する運動を作っていきたいと思っています。ちょっと予定よりも時間長くなりました。ありがとうございました。田中さんどうもありがとうございました。これからの非常に、切迫した状況もありますけども、決して希望もあるということで、ぜひ皆さんと一緒にこの運動を立ち上がって頑張っていきたいというふうに思います。それでこれからの時間ですね、30分程度の時間があるかと思うんですけれども、皆さんからのご質問ですとか、各地でさまざま皆さんも運動に関わったりですとか、やられているかというふうに思うんですけれども、そういった現場の声などもぜひ伺えればなというふうに思います。それではぜひ皆さんからのご意見あるいはご質問などを伺えればなというふうに思うんですけれども、よろしく、挙手していただきたいと思います。お一人、お二人、とりあえずじゃあ今のお二方ということで、じゃあちょっと後ろの方からいいですか、すみません、続けて発言してはい、八田健馬と申します。ちょっとお質問がまとまるかちょっとか自信ないんですけれども、初めの方のお話で安倍さんの戦後レジュームを壊す中には安保体系と民国憲法の体系を壊すことだってありましたけれども、この2つの体系を壊してそのアジアの覇者といった道を回復しようということは、でもしかしアメリカの軍事力が後ろ盾なんでしょうか。そのアジアの覇者となるという意味は軍事国としての覇者だと思うんですけれども、これから軍事的にも台頭してくる中国ですとか、今はダントツである軍事力を誇っているアメリカに軍事力で立てつくことはちょっと可能かどうかわからないので、この辺 の, その軍事的な何て言うかしら力を背景にしたものなのかどうか、安倍さんはその辺をどう考えているのかどうかということをお聞きしたいです。ちょっと まとまるかどうしよう。森田と申します。お話ありがとうございました。集団的自衛権と日米安保のことでお伺いしたいと思います。集団的自衛権は安保5条の日本国 の, その領空ということと、どちらか片方が攻撃されたという縛りがあるというふうには理解しておりますが、6条においての軍事基地の提供ということが
集団的自衛権が行使できないから基地を提供するというような形になっているのか、安保6条との関係について教えていただければと思います。したあと、これは意見なのですが、先ほど若い人のが非常に右になっているというような話がやはりタブーだということではあるんですが、やはり2007年の教育基本法の改正というものの影響がこれから国民投票とか出てくるときに影響があるんじゃないかというふうに思います。以上です。はい、最初の話必ずしも明確じゃなかったのかなと反省をしてるんですが、安倍さん自身はその日米安保の体制を打破するとは全く言っていませんし、それから多分主観的にも今のところ日米安保で行きたいというふうに多分思ってると思うんです。ただそれが本当に彼のやってることが日米安保に触れないのですかという問題はあるんですけど、やっぱり安倍さんは戦後レジームという時には憲法を中心としたこの戦後の日本の政治体制のことを考えていると思うんです。ただ先ほど指摘したのは、戦後レジームというのは結局ポツダム宣言を受諾して日本の戦後史というのはあるんですよ、出発点はそこですよ、だから戦後レジームの打破ということを言うとポツダム体制そのものに反撃をしていくということにならざるを得ない。だからご指摘のような日米安保そのものもどうなるかという問題にならざるを得ない。安倍さんはどこまでそれを自覚しているんですか。アメリカの方が安倍さんに心配を持っているのもそこだと思うんです。そして多分アメリカの今の心配は取り越し苦労でもあると思うんですが、しかしアメリカが心配するのは分かるんですね。実際靖国をやってみたり、韓国や中国と一生懸命敵対をしてみたり、ナショナリズムを煽ってみたり、こういうことをやってるのはやっぱりこれは日米安保体制そのものに、戦後のそういうポツダム体制そのものに安倍は手をつけるつもりなのかもしれない。アメリカの中にずっとある日本政府に対する危惧というのはそういうものがあると思うんです。だから安倍晋三自身がどう思ってるかということは別として、今しばらくはとにかく日米同盟を堅持したいというのを前面に出してくると思うんです。ただチラッチラッと気になることは、安倍晋三もいわゆるミリからの独立のような傾向の発言がたまに出てくるので、私もこれは見ておかなきゃいけないなというふうに思ってるんですが、そういうことです。それから森沢さんの安保条約の5条と6条の問題ですけれども、確かにその通りで日米安保というのはそういう形で持ってきたわけですね。ですから日本は米軍基地ももちろん提供すると言ってきた。そしてそれを実は1960年に決めた安保体制を日米ガイドラインということで時々見直しをして手直しをしてきたわけです。意味付けそのものを少しずつ変えてきた。それが日米ガイドラインなわけですけれども、もう一回それをここで再度ガイドラインの再改定をやって、日米安保体制の解釈を理解を変えていこうという動きが今の動きだと思うんですね。だからそこが非常に危険なことだと思うんです。実際上日米安保条約を条文通り言いましたら、今の実態はもう安保条約から本当にかけ離れてますもんね。あの頃一生懸命議論した極東の範囲なんでどこに行っちゃったのかもう分かりませんよね。日米安保条約安保体制が極東の範囲でどうもこうもって議論を本当に当時の社会党と自民党が大論戦をやった。私なんかも子供だったですけど一生懸命それを覚えて、ところが今もう日米安保体制は世界の安保になっちゃってますから、極東の範囲どころでは全くなくなってる。そういう意味では条文はそのものなんですけれども、その都度日米の合意によって日米安保体制の果たす役割というのを変えてきた。それをまたこの年末にやるというんです。それがどこまでどういうふうになっていくかというのは私たちの今後の戦いにも関係していますから、あまり一方的に見る必要もないと思うんですけれど、ご指摘の通り、
この動きは集団的自衛権の解釈を変更するというのは実は日米同盟体制そのものに触れる問題だ。そこの根幹に触れる問題で、多分日米当局両方も非常に重要な問題と考えているから、なんとかこの年内にそこまでにいろんなものを整えたいと思っているんだと思うんです。大間さんが今度来て、そして日中韓の首脳会談をやらせて、そしてまたこの秋年末までにそういう日米体制をどうしていくのかということを含めて、今年は日米安保体制の意味自身が大きく問われることだと思うんです。ですから安保という問題も私たちは積極的に議論をしていかなければいけない年なのかな。そこのところもっと強調すべきだったんですけど、森田さんの質問で言うことができました。ありがとうございました。ありがとうございました。今あの教育のことも言われましたけども、実は次回の講座が子どもと教科書全国ネットの田原さんに来ていただいてお話ししていただきますので、ぜひ次回もよろしくお願いしたいというふうに思います。その他ぜひどなたかご発言いただければというふうに思いますけれども、こだわりと言いますけど、非核三原則とですね、集団的自衛権の関係ですね、アメリカの戦略体制というのは全部核兵器が国で展開されていると思うんですけども、当然集団的自衛権となれば、そういうものとしてそういう核兵器込みの戦略体制に組み込めるわけですね。そうすると非核三原則なんかは要するに完全に吹っ飛ぶというふうに、そういう方向でやはり見直すというですね、非核二原則というか非核一原則ですか、作らないときにしてしまって、あとみんな廃止しちゃうと、そういう形で見直しが行われるのかどうかですね、ちょっとそこら辺の見通しをお伺いしたいんです。はい、ありがとうございます。非核三原則の見直しまで行くのかどうかというところは私は正直わかりません。ただ安倍内閣の今のやり方の下で、従来安保防衛問題の基本的な国是とされてきた問題が一つ一つどんどん今打ち破られてるんですね。もちろん武器輸出三原則なども含めて、ですからこの非核三原則の問題にも進みかねないとは思います。ただ先ほどから言ってるように、これは日米関係の問題がありますから、アメリカがどこまで容認するのかという問題もありますので、そう簡単ではないと思いますけれども、日本の支配層はやっぱり自分自身でも核武装できる準備というのはしていると思います。繰り返し原子力発電所を保有するという動きの中に、そうした動機が日本の支配層にはあって、単に電力の問題じゃないというのはもうすでにこの間の脱原発運動の中で広範に暴露されてきた問題だと思うんですね。ですから、この年末までの間に出てくるかどうかは分かりませんけれども、時間の問題ではないかなというふうに思います。ちょっとそれ以上分かりませんのでごめんなさい。ありがとうございました。その他、はい、お一人と、じゃあ2人、じゃあ、あ、3人、あ、ちょっと、すいません。はい、土井と申します。安倍首相がね、やっぱり集団的自衛権が必要だというふうに言う時の枕言葉みたいなのが、必ず東アジア情勢が全然以前と変わって大変危険だというふうに言うわけですね。それに対して私は何言ってんだ、だから就任以来その東アジア情勢を改善するような平和的な外交のことを何をやってきたんだっていうふうに私は言いたいんですけれども、まあ、実際ほとんど何もやってこないで軍事力でしか対決できないっていうことを前面に出していると思うんですが、しかし普通に暮らしていますとね、やっぱりこれはちょっとすごく東アジア情勢は危険だなと、中国は危ないとかね、そういうふうに思ってできてる人も結構メディア のテレビなんかの、ね、影響で多いというふうに思うんですね。でそういう東アジア情勢を、いや安倍が言うようじゃないよっていうような根拠になるような例とか、そういったものでですね、あれば教えていただきたいというか、挙げていただければというふうに思います。中野から来ました竹越と申します。今後の運動ということでですね、
まあ、4月なら4月ぐらいから、まあ、年末ということにかけてもですね、まあ、そこのところでいろんなやることが、課題がたくさんあるんだということで、提起ということでいただいたわけであります。で、12月のところで言うとですね、まあ、今お話があった通り、日米ガイドラインの改定ということでですね、まあ、多分、日米両政府というのは、まあ、日米ガイドラインを強化をする、なしはもっと日本にですね、戦いというかですね、そういうことでやっていくということで、やっていくということになるんだというふうに思っています。ただしかしながら、やはり今沖縄をはじめとしてですね、米軍基地の状況を考えるとですね、やはりそういうことで進められては困るわけでありますから、そういう意味で言うと、やはりまあ、ゆくゆくはということで考えると、やっぱり軍備の撤廃ということも含めてですね、やっぱり軍縮ということを含めて、私たちのところでは対峙というか、ですね、するということで、そういうことで例えば普天間をすぐに返せとかですね、そういうことも含めて、やはり日米ガイドラインをまあ、よくするというとあれなんですけども、そういう勝手なことをさせないということを踏まえながら、まあ、集団的自衛権とかそういうことも含めてやっていく必要があるかなというふうに思っているんですが、その辺はいかがでしょうかということが一つと、それからやはり私自身よく東中野の駅頭でいろいろ皆さんにお話をしたりしてるんですけども、で特に中野にはですね、憲法擁護非核都市の宣言というのがありますんで、その宣言を持つ私たち中野に住み働き学びに関わる私たちにできることいろいろあると思います。平和と民主主義を守り、前進させる取り組みを物心共同して進めましょうというふうに常々皆さんに訴えかけてるんですけども、やっぱりできることがたくさんあるなということで、ぜひ積極的にですね、呼び人をしていきたいなというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございます。すいません、もう一回畑山です。基礎的なことで申し訳ないんですけど、閣議決定の拘束力といいますか、重さといいますかはどのくらいのものなのか、憲法だったら議員の3分の2、法律だったら2分の1とかってありますけど、どの辺の位置にあるのか、でもし内閣が変われば、また要因変更できるものなのかどうなのか、その辺を聞かせてください。はい。アジアの緊張というのがずっと理由になってるんですね。今日の読売新聞のこの葉木部さんの解説の中でも、アジアがここまで緊張している中でこんなことでいいもんかという趣旨のことを言います。今改憲派の人たちはアジア情勢がこんな厳しくなっているというのを繰り返し言うわけですね。ただもちろんこの直接の最近のことで言えば、直接のきっかけになった尖閣諸島問題というのは誰が火をつけたのか、あるいは日韓の関係が悪くなっているこの法務談話の見直しとか、あるいは未来の談話の見直しとか、あるいは軍隊慰安婦の問題とか含めて誰が始めたのか、アジアの緊張を作り出しているのが安倍内閣であるというのは間違いないと思うんですね。ただそう言ってただけでも解決になかなかならないんです。で、非常に具体的には、私は国と国の平和外交がもちろん必要ですけれども、それがやらない場合、民衆同士のアジアの民衆同士の連帯という運動が私は非常に大事だと思ってるんですね。あまり知られていないんですけれど、去年おととしの秋に大江健三郎さんたちをはじめとして領土問題の平和解決のためのアピールという運動がありました。これはたくさんの人たちが日本でアピールを出したんですね。これに中国の蔡英平さんという女流の文学者、人権派ですけれども、この人たちをはじめとして中国の民衆たちが 連名で大江健三郎たちのアピールを支持するという声明を出してくれました。あの直後です。暴力事件、暴力デモがあった直後です。で、蔡英平さんたちは中国の民衆に、今そういう暴力的な日本に対する戦いをやっても解決しないと、大江健三郎たちが言ってる方向で領土問題を平和的に解決するということで、中国の民衆もやるべきだというアピールをしてくれましたね。すごい勇気がいったと思うんです。私は下手したら
名は成りかねない、そういう国柄ですから、貸し出してくれました。実は韓国でも、キム・ヨンサン政権の時の、通産大臣ですかね、日本でいうと、キム・ヨンホ先生という人がいるんですけど、彼を中心に韓国の政治家や知識人たちも、大井健三郎たちのアピールを支持するという声明を出してくれたんです。台湾では週刊のデモもやってくれて、もちろん声明も出してくれました。ちょうど韓国、台湾、北京、その3カ所から日本の平和のアピールに抗する声明が出たんですね。私はすっごく嬉しかったですね。これが前の戦前と違うことです。今この時期にはそれらの国々の人たちが本当にお互いに平和を努力する、そういう機運がある。でこれは新聞はあまり取り上げなかったんですが、去年の7月7日七七の日ですよね、言うまでもなく、その日にこれらの人が集まって東京でシンポジウムをやったんです。日本青年館というところで、日本のゲストのリーダーは河野洋平さんです。頼んできたんです。実際には河野さんがいないと外国の人たちに、せっかく来てくれる客人になかなかこっちの礼もつけてないから来てくださいって、そしたら来てちゃんと立派なスピーチやってくれました。平和的に領土問題を解決するのが重要だ。ただ河野さん来るのの条件が非公開という条件だったもんですから、新聞があまり書かなかったと、北海道新聞とかそのいくつか書いてたんですけど、と言いたいのは、要するにそういう東アジアの人たちの民衆の連帯を具体的に作っていくことが、安倍さんが今やろうとしていることに対する私たちの有効な反撃じゃないかと。そういう中で憲法9条の大事さとか、そういうのもお互いに東アジアのそういう知識人や民衆が確認をしてくれた。だから私は何とかしてこの運動を続けたいと思ってます。それが一番安倍さんがやっていく道に対する反撃じゃないか。また言いますけど、先ほどの東京都知事選挙の中では、ある人は東京、ソウル、北京の三国の市長が、首長が平和友好都市を作ってお互いに話し合うという関係をやる必要がある。今東京都政がやることはそういうことだって言ってくれた候補がいました。私は本当そう思うんです。安倍さんがああいうことをやってるときに、もし舛添さんはやりそうもないんですけど、東京とソウルと、ソウルの市長も産業連帯という民主運動から上がった市長です。北京はどうなるか非常に難しいと思いますけど、しかしこの3つが連携していったら、安倍さんのやろうとしている道と違う道を開ける。だから私たちはそういう安倍さんがああいう軍事力を強化しようとしているのに対して決して無力じゃないと思うんです。いろんなことができる、私は思っていて、そういうことをやれたらいいかなと思ってます。非核平和都市宣言の問題と関係して、竹越さんから意見が出ました。それは本当大事なんですよね。ただちょっとお伝えしておきたいんですが、今自民党は各県議会、都道府県議会で改憲決議をやり始めました。これはとんでもないと思ってますね。もうすでにちょっと覚えてないんですけど、愛媛県と北陸の石川県だったか、4つぐらいのところで改憲決議が出てます。今の憲法はダメだから憲法を変えるべきだ、県議会の決議なんです。これは比較的公明党があんまりいない県議会で先に走ってますね。いると彼らも一応抵抗せざるを、一応って言っちゃいけない、抵抗せざるを得ないという面がありますから、そういうところを狙ってできるだけ多くの都道府県議会で改憲決議をやるなんていう動きはしています。だから比較平和都市宣言のようなことを本当に地方自治体で追求していく仕事っていうのは非常に重要なんですけれど、なかなか今政党関係が複雑になって、昔の宣言運動と比べると弱くなっているので大変なところなんですけれど、先ほどから言っているように、いずれにしても集団的自衛権に反対する民主運動を強めていく中で、そういうのを構築していくしかないんじゃないかというふうに思います。閣議決定の拘束力という話ですけれど、これは本来次の別の内閣ができたら、あの閣議決定は間違っているという声明を出すことが、それは可能だと思うんです。ただ言いたいのは、
憲法の問題をそういう一内閣がまともに議論をしないでコロ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 変えること自身がおかしいんです。だから次にやんなきゃいけないのはもう間違いないんですけど、その時はもう徹底して議論してもらって、どんなに安倍内閣がやったのが間違いかという議論をしてもらって宣言するということはできると思うんです。だから今やんなきゃいけないことは、今度安倍晋三内閣が今までの自民党の決定にすら反してこういうことをやろうとしていることは、本当に日本国憲法との関係で、立憲主義との関係で許されないんだと。憲法を本当に変えるんなら96条に基づいて3分の2を取って改憲国民投票をやってみろっていう、いや別に進めるわけじゃないんだけど、それをやらないで一内閣が勝手にこういうことをやることは絶対間違いなんだという世論を今急いで作っていくことがすごく大事なんだと思うんですね。私はとどんつばり安倍内閣を倒さない限りこの問題は解決しないと思うんですけど、なかなかその仕事は今容易ではありません。国会で少数ですから。だから国会の力関係そのものを変えていくような運動のところまで私たちが行けるかどうかってこれから問われていくと思うんですけれど、それはもう粘り強くやっていくしかないかなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。それではまだちょっと時間ありますけど、どうだかもう一方というかいらっしゃいますか。お二人じゃあその他いらっしゃいますでしょうかね。そうしましたらそのお二人の質問ということで終わりたいと思いますが、ではまずこちらの方からですね。今日は高田さんのお話は立法会見 の内容について詳しくお話しいただいたと思うんですけれども、この動きに関しましては、自民党の内部その他学者からも非常に乱暴だという意見があって、集団的自衛権の行使というのは憲法を変えてからやるのが正道だっていう、そういった言い方をされていると思います。で、安倍はもともとその悲願としては憲法改正であるっていうことは、忘れてはいけないことなんだと思いますけれども、これでその一方でその改憲手続き法ですね、これを自分たちの都合のいいように変える改正案を今閣議決定も今その途上にあるんでしたか、ちょっと私もはっきり正確なことあれなんですが、この動きは非常に今警戒しなければいけないと思っておりますが、この動きについて先だって参議院でもあったわけですけれども、審査会があったわけですけれども、この動きについてちょっと現状とこれからのことについて教えていただきたいと思います。すみません、もう一方。原崎と申します。今日はとても何て言いますか励まされるといいますか、お話をお聞きして来てよかったと思っています。ありがとうございました。特に読売新聞の世論調査の結果をもとに若者が低下しているということはそうではないんではないかという話はとても私たちもそう思ってたものですから考え直そうと思いまして言っていきたいと思います。でただそれでやってもどうやって若者に限らずこの問題に関心を持たない人たちにどう伝えていくのかっていうことはやっぱり大きな課題といいますか、今やんなきゃいけないことかなと思いまして、その中で特に先ほどお話がありましたように集団的自衛権の行使が行われてしまうとどういうことになるのかっていうことをですね伝えることがとても難しいと、言葉で伝えてもなかなか難しいというところでどういうふうな方法を取ったらいいのかということで考えていかなきゃいけないなと思うんですけれども、でちょっと自分たち の活動の宣伝になるんですけれども、私たちは憲法を考える映画の会っていう形でですね、月1回映画を見てみんなで話し合うっていう会をこれまでやってきたんですけれども、その中でちょっと4月の12日にビラを
取っていただきたいなと思うんですけれども、今回は球場を抱きしめてっていう作品をですね、アメリカのベトナム戦争に参加したアレン・ネルソンさんという方の体験を通して、ネルソンさんが球場に出会うまでのお話を映画としてやって、そうする中で本当に、例えば集団的自衛権が行使されてしまうと、この、貧困の中から海兵隊を目指した彼と同じようなことが我々の、若い世代であるとか、その後に続く子どもの世代にあり得ることなんだと。それは例えば湾岸戦争においても、イギリスとかヨーロッパの各国が今大きな問題にしているところと同じだと思うんですけれども、そういうふうなことが起きてしまうんだということをどうやってイメージの高いですね、お伝えていくことができるか、個人の視点からですね、自分たちがどうなるのかっていうことが感じられるような、そういうふうなこう見せ方をしていくような努力をしていきたいと思っております。質問ではないんですけれども、そういったことで力を、つけていきたいと思っております。加えて先ほど今日はじゃあ私たちは何をすればいいんですかっていうことを一番質問したかったんですけど、ほとんどのお話が先ほどのお話がありましたので、全て分かったつもりでいるんですけれども、4月8日の会っていうのは私も昨日お聞きしてですね、それを知ったんですけれども、またそれが例えばチラシであるとかポスターであるとか、そういった形になってないようでですね、その中でぜひ見て分かるような、なんて言いますか、その問題がどこにあるのかっていうことはできますか。インターネットで探したんですけれども、ちょっとはい、ありがとうございます。そういったものでもし何か協力してやっていけることがありましたらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。山下さんからご指摘がありましたように、今国会で改憲手続法、新聞では国民投票法というんですけれど、この改憲手続法を再度国会で審議をするという話になっていて、与野党の安定で合意したとかしないとか、今いろんな駆け引きがあります。どういうことかというと、2007年安倍内閣の2年目の時ですけれども、教育業法などを作った後ですけれど、改憲手続法というのを作りました。これは強行採決だったんです。どうやって実際国民投票をやるのかとか、その国民投票運動というのはどうのかとか、そういういろんな憲法を変える時の手続きについて定めた法律なんですね。ただこの法律は非常に欠陥法でして、当時も18項目の付帯決議がつくほどの非常に不十分な法律で、審議不十分な時に作られたんですね。そういう中で3年以内にそれらの辻褄の合わせをやるという約束で作られた法律なんです。例えば投票権者というのは20歳にするという、20歳ですけれど、今それを18歳にするのかどうかというような話がありました。あれは公務員の、国民投票運動はどこまで許されるのかというような問題もありました。その他いろんな問題があって不十分なところがあったんですが、それが3年以内にやるということだったんですけれど、憲法の国民投票を18歳以上にするというのは並大抵じゃないんですね。いわゆる民法とか、それから公職選挙法とか、そういうのとの関連があって、いわゆる今20歳だと大人ってなってますからね、18歳ってことになってますから、なってませんから、そういうのとの関連で多分関連法が300何十法あるとか言ってるほどの大変な問題だったんです。それを3年以内にやって、その法律を施行させるということだったんですが、できなかったんです。だから事実上今3年もう経って2010年経っちゃいましたから、今その法律は施行されたことになってるんですが、使えない法律なんです。それを使えるようにしておきたいというのが安倍さんの今の狙いで、今度の国会でその改正案が出る。18歳のところどうするかとか、4年以内に18歳にしようとか、いろんな話を今議論している最中です。ですから
解釈会見とかそういう方に踏み込んでますけれど、安倍さんはもちろん明文会見を全くやめたわけではなくて、そういうことの準備も相変わらずやってますよ。96条についても今は無理と思ってますけれども、これもできれば出したいと思ってますよ。山下さんが言いたかったことはそういうことだろうと思います。それからどうやってこのことを伝えるのかというのは、花咲さんが先ほど言われましたように映画とか勉強会とかいろんな方法をやらなきゃいけないんですね。先ほどご紹介したようにシール投票というのもやってる人たちも全国的な運動になってます。ただ私はとにかくこれがまず肝心だと思ってるのは 4.8 のようななんとか巨大な運動を作っておきたい。そしてそれをきっかけにしていろんな多様な運動がやらればいい。昨日だったですか、今日だったですかね、東京新聞にママデモという脱原発ですけれど、ママデモをやってる人たちがいて、これは今までの脱原発運動は大きな音を立てたり、それから許さないぞとか倒せとかそういうふうに言うんで、どうもお母さんとしてはこれにいまいち違和感があったと。それでそういうことは言わないママさんの運動を作ろうと思ってママデモを呼びかけてる。私はそれも結構だと思うんです。あっちが悪くてこっちがいいとかじゃなくって、国会前でハーゲルの人たちが騒ぐうるさいデモをやるあれも結構。しかしそれがあんまり自分の性に合わないときは思う人は優しいデモを自分たちで作ったらいい、映画がいいと思う人は映画をやったらいい、そういうのを非常に多様にやっていくことが今強い市民運動を作っていく本当に一番大事なポイントだと思うんです。ただそれにしても全国に広げなきゃいけないし、そういう運動があるということを知らせなきゃいけないですから、4月8日にはちょっとうるさいデモをやろうと思ってます。そして何とか新聞にも取り上げさせて、そういう運動が大きな運動が始まった、そういうことを作りたいと思ってます。どうやるのかと言われればそういうことを考えています。ですからお互いにこの辺は知恵絞って今から後の期間を一生懸命やっていく、特に言葉をいろいろ編み出していきたいと思いますね。昔有事法制というのは難しいという有事立法ができるときに、運動の中で有事って戦争よっていうおばさんたちが作った、お母さんたちですねが作ったスローガンがありました。有事って戦争よってなかなかいいキャッチフレーズ作ったなと思ってるんですけど、そういうのが運動の中でどんどん生み出されていくんですよ。誰かが考える、誰かリーダーとか学者考えて考えるんじゃなくて、みんながいろんな言葉考えてそれで伝播していくようなことをやれればいいかな。 4.8 についても宣伝が足りないのはその通りで、ついこの前から始めたばっかりで、これからもうしゃかりきで宣伝をしていこうと思ってます。ぜひ 4.8 の時もまた日比谷に来てください。一緒にやりましょう。どうもありがとうございました。本当に今日はたくさんの方に参加していただいてありがとうございます。繰り返しになりますけども、4月8日、日比谷の集会にぜひ皆さんと一緒に、あるいはぜひ多くの方に呼びかけていただいて、たくさんの人と、一緒に集会を作っていきたいというふうに思いますし、一人でちょっと不安だなっていう方がいらっしゃったらですね、私たち市民連絡会の旗っていうのがありますので、そのあたりに来ていただければ、私とかこの辺にはいますので、ぜひそちらに来てください。そしてまた、5月3日 のチラシも配らせていただきました。今年も5月3日憲法集会、宮古会堂で行います。こちらの方にもぜひご参加を、いただきたいというふうに思います。から次回の講座、改めてですけども、4月の19日の土曜日、この、文教区民センターの 3C というこの上の階になりますけれども、子どもと教科書全国ネット21の田原義彦さんに来ていただいて、安倍政権の本当にもう一つの非常に大きな問題、教育についてやりますので、次回の講座もぜひご参加いただきますようよろしくお願いいたします。それでは本当に今日は最後までありがとうございました。以上です。ありがとうございました。